それとかまだ草薙の。あ、ほんとだ、もう分かる。背中がもう全然違う、色が。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが月はじめくんです。いや、具志堅ですよ。いや、月はじめって誰なんですか。あれ違うのか、下の名前月はじめでしょ。いや、具志堅聖人ですよ。逆にしてたわ。月って何すか、何の逆ですか。星、星って入ってないでしょ。聖人でしょ。あ、その星かい、はじめは。当中、中の反対、はじめじゃないっけ。まあ、結構付き合いも長くなったから下の名前で呼ぼうと思ったら。いや、いいですよ、気持ち悪いな。名字で呼ばれることにも慣れたんで。あ、そうか、はい、具志堅ね。具志堅です。今日も頼むわ。クワガタは今、まあ、1300匹ぐらいなんだけど、でも遊戯王カード7万枚ぐらいあるから。いや、多いな。まあ、すごいテンション上がるやつというか、もう1年の集大成で成虫になったクワガタを掘り出していこうと思いますので、交尾させて卵を産ませて孵化して幼虫してサナギして成虫みたいな、一周したってこと。ああ、なるほど。広いからここもう出しやすい。魔法も、もう初めての魔法出しちゃおうかな。え、まあ、もうめんどくせえな。これの中心、シュン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 、えいっ、どこに出してんの。めちゃくちゃ端でしょ。指の先どころじゃないから。最初の場所だった。もう長い。裏側を言うと部屋が広くなってテンション上がってるやつにしか見えない。魔法使えるとか言って。こちら、まあ、種類で言ったらドンキエルコクワガタ、世界最大のコクワガタ、コクワガタの中で一番大きくなるコクワガタで、2種類いるんだけど、だから原名のやつと亜種みたいな、感覚で言ったらもうほんと色違いぐらいの感じ。ああ、なるほど。多分サナギのやつもいるんだけど、成虫になってるやつもいるんで、はい、せっかくならまあオスメス一緒に出したいなっていう。これ上が何ですか。そう、これ上がオス。それも分けるんだ。そう、ちょっとデカめのサイズで、オスだと正直まあこれぐらいのサイズだったら、まあ大きくなっても70ミリ中盤とかぐらい、まあ80ミリぐらいだから。コクワガタでそれぐらいなんですか。そうそうそう、だからまあこれでもギリいけるけど、まあこっちの方が無難だよね。成虫のやつどんどん掘り出していきますんで、これめっちゃ楽しいんだよ。あんま見たことないけど、初めて1回目、うん、見学しに来た時やってたような気がします。ああ、その時カメラではなかった。そうだ、研究生だったもんね。いや、昇格したのか無事に。これとかまだ見やすいか。こういう真っ白で、これがまあキノコ菌で、まあいろんな菌があるんだけど、キノコも、はい、そのキノコ菌を食べて大きくなっていくっていう、栄養を吸収するというか、まあ菌の力とかだと思うんだけど、はい、でまあこういう感じでちょっと振ってったり、まあ劣化してきたらキノコ菌も生きてはいるから黒くなっていくみたいな。でここに洋室があるんだけど、サナギの部屋。和室洋室。あ、違う違う、洋菓子の洋じゃない。自分で部屋を作るスタイル。いやいや、よく見て畳見えるでしょとかないから絶対。あ、ないですか、うん、申し訳ないな。いやいや、あんまりがっかりしてないですけど。で、洋室っぽい場所っていうのはなんかね、ちょっと色変色してるの分かる。あー、そうっすね。こういう風になりやすい。まあ水分がちょっと溜まって、幼虫がその部屋を作るために自分で部屋を作り始めるんだけど、それをもうなんか背中とか頭とか使って綺麗に自分で空間作ってくる。そう、それがもうほんとすごい。部屋作りという意味では一緒ですね。一緒一緒、俺らでいうインテリアみたいな感じ。そうですね。ちょっと張り切って自分のポテンシャルより大きめの作っちゃったとかもあるから、あー、大きめの部屋借りちゃったみたいな。なるほど。で、まあ成虫も、まあ、固まりきってないやつとかもいたりするんで、ほんとゆっくり優しく、ここ別に焦る必要はないから、いるからそこに。だからもうほんと側面からゆっくり削っていくみたいな。あ、来ますか。あ、来た来た。え、はい、うお、これがドンキエルハンプイなんだけど、ドンキエルハンプイは黒いの全体が。あ、そうっすか。そう、ただそんな立ってないからまだ赤いね。これが時期に黒くなってくる。へー。からそのドンキエルハンプイ買ったのに全然赤いんだけどってなる人も一旦焦んなくていいと思います。なるほど。全然黒くなる。俺も最初そもそも赤い赤ドン黒ドンって言うんだけど、今季初めてなんだけど黒ドンの方は、はい、最初掘り起こした時に全然赤かったから、いや、これ勘違いしちゃいますか。そう、あ、間違えて、俺赤ドンも持ってるから赤ドンとラベル間違えちゃったって思ってたんだけど、あ、時期に待ってたらもう黒くなってくれて、あ、やっぱ黒ドンだったってなったから、これも時期に。いや、勘違いしちゃいますね、うん、これは。これですね。まあでもすごかったな今。成虫がやっぱ一番いい、この形になるんだよ。今まであんなちっちゃい丸っこかったやつから卵かな。で、まあ今ちょっと固まりきってないんで優しめに
45で、まあ一旦ここに戻します。まあ 45.04 だったんで、まあ僕小数点2つ目はもう書かないんで、もう45にします。まあ参考にこれ、まあ、参考程度で次こんなにあったんだと。まあただこの中でまだサナギのやつとかもいて、これとかまだサナギの、あ本当だ、もう分かる。そう間違いなくなってるやつだけで、メスはねちょっと動画外でやったやつも結構いるから、もしかしたら成長いないかもしれない。いますね。これ赤ドンです。さっきとまた別のやつ、いきますよ。はい、おこれはもうずっとこの状態、色が 43.2。 コクワ好きになったきっかけがあって、まあ、まあ、そもそもまあ好きではあったんだけど、もうがっつり今じゃ多分6種類ぐらいコクワガタやってて、そのきっかけがもうドンキエルコクワガタだったの。毎年年末年始福屋とかも福袋とかあるでしょ。 ありますね。あれと一緒でクワガタカブトムシの世界もあるんだよ、そういうのが。福袋、そう福袋買ったらついてきて、それでブリードしたらめっちゃ楽しかった。そっから始まるんですね。そう楽しかったしかっこよかったから、そっからもう続いてるね。4年前かな。去年買わなかったから。あ、そうですか。そう、あんまりなんか自分の中でこれだっていうのがいなかったっていうのもあって。なるほど。だから今年はもうめっちゃ買おうと思って。福袋、うん、へえ。はい、あ、これ黒丼こうなる。あ、もう暗い。そう、あ、動いてる。そう、実は動くんだよ。いや、わかるよ。そう、なんかね、起こされた感じがしてね、なんか。で、46ですね。あ、これ赤丼ですね。赤丼の方が、そう、綺麗でね。あ、ちっちゃい、42.7。これでメスは終わりかな。動いてる。ああ、いや動いたらいちいちそうなの大変じゃない。42.7。メスはもう終了で、はい、結果まあ黒丼赤丼両方2匹ずつ。ああいいですね。でオス、はい、オスはねそんなにまだ掘り出してないから、あ、まあでも羽化してますね。こんな感じで、これが赤丼で、ここ見える背中の部分が、あ、こう、これこれ出していくんで、はい、来ました。はい、おー立派。でかっ。でかいっしょ。がっちりして、もうコクワガタじゃないよね。もう。あ、そっか、コクワガタか。そう。これがもう世界最大になるコクワガタ。今からも成長するんですか。いや、もうこっからは成長しない。だからまあ幼虫期間でどれだけ、まあ、たくさん栄養を蓄えられるかみたいなところはある。いい感じですか。いい感じ。もうローラだったら必ず言う。めっちゃいい感じだな。パフィーもいるかも。そんな歌詞ありましたっけ。あった気する。結構元気で動いちゃうんですけど、多分こんなもんかな。74、まあ多分だから72から74ぐらい。結構立派ですね。親が73なんで親を超えたかなぐらい、うん、70コクワ型で。そう、もうコクワじゃないじゃん。そうっすね。素晴らしい。村西徹全裸監督ですか。ああ、まあ僕も知識あんまりないですけど。いやいや、ちょっとなんで仕掛けてきたんですか見てないんだよまだ。僕も見てないです。全裸監督、でも聞いた話だとなんかスキー用の服とか着て写真撮るんでしょ。野口健でしょ。あ、違う、別にその誰かに例えたわけじゃなくてなんか全裸監督の逆ってそんな感じかなと思って厚木監督でしょ。厚木監督かいや違うよあ、来ますよ。プロドンですね。はい、お立派ですね。意外と黒黒でしょ。動いてる。いや、いいよ思い出したかのように68.7。 あ、これはあれか、メス単品で野外品からのやつなんで、俺が知らないオスと掛け合わさって日本に来たメスから。だからまあオスのサイズは知らないけど、まあそもそも元気にしてくれてればそれでいいんで。もうかっこよくない。まあかっこいいですね。オオクワガタとかやっぱそういうなんか泥クス族っていうんだけど、はい、が俺やっぱ好きだから、そもそもその中で言ったら一番興味なかったんだけどね、コクワが。これもドンキ、黒ドンですね。はい、とまだ羽化してあんまり立ってないかも。赤いかも、ほら多少赤いでしょ。イメージ通り思い描くクワガタの形してる。ツヤもね、あって。これはいい。お、全裸監督カメラ傾けただけですこれも68ですね。ちょっと確認するわ。はい。いや、それでわかるんですか。わかんない
いや、じゃあなんでやったんすか。やめろそれ。あ、でも言ってるのか。なんて、へ、コクワ。いや、何の報告なんだよ。いるかいないか教えてくれよ。コクワガタだけに、へ、コクワ。うまっ。いや、なんでもうまいって言うやつじゃん。気づかなかったのに。お通しから騒ぐタイプでしょ。いや、そこまでテンション高くない。そんな、なんか、テンション高くない。いや、考えた末、同じこと言う結果になったけど。大変だな。え、何か。あれ玉。あれ玉？嘘。キャッチャーとして大変だ。ああ、そうか。いい感じ。これも黒ドンですね。あ、もう上に、うん、ここに用意して作ってた。これちょっと小ぶりだな。64。任天堂ですね。64じゃないでしょ。64ってなんすか？初期ですか？え、知らない世代？もしかして具志堅って。ファミコンの前ですか？いや、僕ゲームがね、あー、そもそも弱いんですよ。64は革命。スマッシュブラザーズ。そう、スマブラが一番最初にできたのが64。4人で格闘ゲームっていうのがもう革命だったのだと思うんだけど、俺もそんな詳しくないからあれだけど、世間はやっぱもうスーファミとかの中で64が発売して、新発売のやつなんかサンプルみたいなのがやれたりするじゃん、ゲーム屋さんとかで。そのデパートで、まあ、コトブキヤっていう、宮崎にあった今カリーノっていうのになってるのかな、ローカルの、そう、4階のおもちゃコーナー。ああ、よく覚えてるな。母親とかがまた別のコーナー行ってる時に俺おもちゃコーナーいるみたいな。そこでずっとゲームやってて、でこんなに楽しいゲーム初めてだったの、俺の中で。こんなに楽しいと思ったことなかったから。ボンバーマンも挟まれて終わるし、すぐ。あ、まあ弱いだけでしょ。天井から見てる感じじゃなくて横から見てる感じに。ああ。俺初めてやったの、めっちゃ楽しくて、もうずっと閉店までやってたの、欲しすぎると。だからもう誕生日前借りしてくれと、めっちゃ頼ん で、はい、でゲームソフトを含めたら3万ぐらい、じいちゃんが買ってくれるってなって、でもじいちゃんに俺言って、そのままもう買って帰ってのがもうめちゃくちゃ覚えてて。そう、なんか革命、あれが、あれがもう子供を作ったと言っても過言ではない。いや、すごいな。スマッシュブラザーズは革命、あとゴールデンアイ、鉄砲で撃つやつ。そう、鉄砲で撃つやつ。血が流れて、でででで でってやつ。なんかわかります。こいつだよ、こいつで。これきっかけで。すごい熱かったな、今の。でももう、あと、これがラストなんで。ラストが赤ドン、原名の方。64の話が、滑らない話してる時と同じ熱量。別にオチとかないのにね。思い出話を。前の目って話してた。はい。おー、立派。元気だね。でかいね。でこれ結構休眠期間長くて、まあ理想は1年ぐらい、1年ぐらいも餌も食べさせず寝させる、低温の場所でなんだけど、まあ起きてきたらもうさすがに餌あげないと、そう空腹で年になっちゃうから、今マックスが74だから。あ、さっきのでかかったね。え、まあ、大体ですけど、はい、68、まあ、70はいかなかったけど、なるほど、まあ、そもそもコクワなのにね。確かに60後半でそんな大きいわけじゃないっていうのがすごい。これが黒、こっちが赤。あー、だいぶ違う。そう、ちょっと待って。おー、まあ、背中だよね。そうですね、背中がもう全然違う色が。違う、まあ、頭の方は背中だけ色が変わるんですね。そうそうそう、頭の方はもう一緒。ここだけじゃもうほんとわかんない。こんな感じで結果的に言ったら、やばい結果は、ちょっと待って、何を思い出して動揺してるんですか。64いや、もう興奮してるじゃないですか。結果、黒ドンがオスが3頭のメス2頭で、赤ドンがオスメス2頭ずつという結果で、合計9頭ですね。はい。で、他はまあ幼虫してるんで、サナギが見えればよかったんだけど見えないから。まあでも前多分サナギ動画上がってるんで、ちょっとサナギの形とか気になった方はぜひ概要欄載せとくんで、それも見てください。こんな感じで、まあ無事孵化してくれて、また多分来年のどれぐらいだろうね、まあでも夏場ぐらいには起き上がると思うんで、
その頃にブリードか、もしかしたらここもうちょっと掘り起こしてるオスメスいるんで、この赤ドン黒ドン、そこが、まあ、春先とかに起きてくれたら、それぐらいの頃にまたブリードはやると思うんで、はい、ぜひそちらの方も気にかけてください。はい、そんな感じで新居一発目の撮影どうだった？ちょっとテンション上がっちゃいました、ね、いやそうね、そう、まあ、掘り出しだしなそうそうそう、それが2つ重なってね、スマブラもあったし、スマブラは別に三森さんが勝手に暴走してた感は、暴走って言わないでよ俺の思い出話、興奮興奮、まあ、興奮してて蘇ってる、そうね、でまあいい動画になったな、これは。そうです、コクワガタなのにでかいという、そう、それはちょっと覚えやすいかもしれないですね。そうね、ドンキエルコクワガタ、はい、ぜひ興味持った方は、まあ、その購入とかも考えてみては思いますんで、はい、飼育動画も上げていくんで、はい、ぜひお願いします。ということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。